さあ、じゃあ、梅さん上のドライブイン先を見ていきましょう。はい。もうすぐ閉まるのかな、もう閉まったのかと思ってたけど、どうなってるのかな、一部が奥が閉まったってことなのかな。あ、はい。ゴミ捨て出るかな。あ、そうね。あ、いや、これダメだ、個人情報が入ってる。さあ、上がってきましたけどね、もうはやここでピッて物紹介とかで、ね、もう写真載っけるだけで対応しちゃいますからね。柿の葉寿司買ってきましたよ。まあね、奈良行った帰りやしね、これで、ね、だいぶ奈良行った感が出るやろと、ね、オッケーオッケー。でごめん、ちょっと俺は携帯の充電をしながら。大丈夫、そっちで。あ、こちらはもう大丈夫。ようもっとね、結構Google のピクセルなんでね、うん、電池持ちはいいんですよ。何パーセント今。え、まだ今はどうだろう。こっち48、半分切ったから一応充電しようって感じ。まだ今半分、パッと見半分あるのかな。パッと見半分は同じぐらいやな、うん、うん。では、ぐいぐいと行っちゃいましょう。この合流はね、タイミング見計らわんとね、しんどいからね。このとこスタッフさんいるんだ。やっぱ観光バスのあれがなのかな。かな。何用の人なんやろよ、うん、本当になぜやな。乗り降りすると腰がちょっと楽になるからね。一回クラウンでやっぱ移動したときは泣きやったな。変だか、なんか。あれなんでだったっけな。オフでしか言えないところだけど。台車だ。台車が普段 K だけど、K の空きがなかったもんで、クラウンのロイヤルサルバー。3ナンバーとかも乗りたくないよ。それで名古屋までとかでちょっと出かけたり、それを使ったり使ったけど、クソ楽。なるほどね。全然腰痛くならんもんね、やっぱし。まあ一番しんどいのはエブリワゴンやったな。エブリワゴンはね、まあ乗ってる時間が長いからな、郵便局の車。ただこれ意外と苦手なのは N は。ああ、これスペシャルやけど。やっぱ車数が高いから何か取られます。取られるのも取られるけど、なんかね、あんまりドライバーによくできる。で、その日本一売れてる系なのに。まあ、多分日本人はああいう車を好むんだろうけど、うん、走っとってもなんかこう体についてこやん感じがあるよ。いや、もうちょっとここ行こうって感じになるし、多分エコセーブが入るんだろうけどね、うん、だから確かに燃費はいいっていうのも分かるし、あれなんだけど、あとこれホンダ車全体に言えることなんだけど、
サイドミラーめっちゃ見にくい。ホンダのサイドミラー見にくい。あの視覚を減らすために曲面になってんだよ。あの全体的にはカーブミラーがついとるような感じなもんで、バック駐車するときに今俺はまっすぐ止まってんのかどうか全然わからなくなるんだよ、サイドミラー 見とったら。やからめっちゃスペースがあるようにめっちゃ人はキリッキリになっとったりとか、隣の車と、うん、あ、でもバック駐車するときって、うん、自分は結構横の、白線見るかな。あ、だからその白線が歪んじゃうからめっちゃ見にくいよ。直で見ちゃう、ドア開けて。あ、ドア開けるタイプか。そう、ドア開けて直で見るタイプです。ミラー見ないかな。昭和だね。ドア開けてみるは昭和だね。ドア開けてみるわ。ドア開けるのね、バックがね、苦手なんだわ。やらんでしょ、あんま俺。ここ開けるはあるけどね。あとね、細かいこと言うとね、ホンダ車ってね、ここが光らない。ここの、サイドミラー開ける途中のボタンが、鈴木ダイハツは光るんだけど、ホンダってライトつけても光らないのよ。だから夜わかんないの。だからよく開け閉めのボタンとか押したらサイドミラーギギギギギって、ミラーの位置が変わってる。ああ、また間違えたよ。あら、つければいいと思うのに。ここまでは電源来とるけど、オートロードなの。ここまでは電源来とるけど、ここにこやねん。感覚で覚えてないわけね。ああ、行っていい。あ、これが行け。頑張れ。あ、でもやっぱちょっと長いね。こんな長い。伸ばしたもんね、ここ。あとで一番運転苦手な車はアクアかもしれない。アクア。アクア、アクアね。まあきっとプリウスをちゃんと運転したことないから、プリウスはちょっと何とも言えないんだけど、アクアね、位置が低い。位置がちょんなんか中途半端に低いさ。意外と車高が中途半端にないもんね。俺座高が高いやろ。はいはいはい。ここは圧迫感すごいし。去年そう、あのアクアがね、新型になった時に、うん、ちょっとね、車買い替えよう、買い替えたいなって気になってね、うん、あの試乗じゃないけど、明日いいアクア、うん、あの乗っただけね、運転はしてないけど、はいはいはい、低いなと。低いやろ。低い。あれね、乗りよりめっちゃ低いよ。絶対よね、うん、あのしかも座面もやっぱこう角度ついてるからさ、そうなんか足上げんといかんし、頭そう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 、低めんといかんしって、ちょっと乗りよりで、乗りよりが本当にあの車ね、あーやしね、バック駐車もしにくいあの車、うんうん、ここがまず見えんや、うん、後ろがもうバック、あのミラーで感じで作ってあるから、フロントガラスの角度も寝てるから、うん、なんかすごい狭くなってるかな、違和感があるんだよね。あれやっぱ新しいのも一緒か。まあ、基本コード一緒だろうからな。まあ、一応アクアはね、あのモデルチェンジして、うん、あの室内高3センチ増えましたけど、うん、でも低くなってた。ここからは政治的発言に捉えられるかもしれないから、サブチャンネル回すけど、はい、そもそもいいアクアって言って何でもいいって言うのが日本人向けすぎるんだ。あんな車絶対海外で売れるかと。凡庸ラブやんだって。西田って西田ってすぎるさ。 CM でもあるやん、何でもいいやん、何でもいいやん、何でもいいように作ると大体どうでもいい車になるやつの言い方悪いけど、あの車を率先して買おうと思うもう買う金もねえけどさ、死んじゃねえ、うん、まだね、あのホンダで乗ったのフィットの方が
よあれ。外装がいいね。なんかちょっとあのみなんていうかな。外装がさ、ちょっとあの今のモデルのフィットのなんだろう。あれよくなんかダサい。あれちょっとリミテッドエディションでもうちょっと外装のデザインチェンジして。フィットはね、前のモデルの、あのフロントマスクの方が良かった。あの要はあのガンダム側やろ。ちょっと今のはなんかなんかダサいね。あの全体的にどいつもボッサくなっとんのよ。 N ワゴンもそうなんやけど、そうそう、一回はね、あの K じゃなくてコンパクトカー乗りたいなって思ってたよね。ああ、あのずっと K だったから。あ、そうか、 K 以外は乗って、仕事とかでも全く乗ったことない。ないね。ああ、そっか、うちも本当に大型車乗る機会が少ないけど、変速なパターンばかせくるな。あれと、だからこれの車の前が俺シフトに乗ったから、あれは一応、あれコンパクトとかになるか、そういうのは。だね。だけどあんまり車幅広げると、あの、ね、四日市の、なんていうか、例えば東海道のね、旧道とか、もう走りにくくなっちゃうから、やっぱもう K で慣れてるから、攻めもコンパクトカーまでなんだよ。軽ないとね、意外と気をつけなかったね。横幅は前は意識あるからいいんだけど、前、結構ゴリ、特にあのこっから先、あのノーズがの長さが感覚つかみにくくて結構ギリギリになってしまったことあるので、あ、やべ、この前何だっけ、CX3 やったっけ、あのトヨタのでっかいのあるやん、あれさ、助手席乗ったけどさ、あれなんてお前どこまで乗るなんねんって前の四角広ってでっけえ車だけど、確かにあの軽自動車は確か3m40、で大体コンパクトコンパクト買って 4m あるんだよね。そうそうそう、60cm か。その分のノーズがだいぶ伸びとるから、もっと前の感覚は全然違う。上がるときちょっと怖くなっちゃうね。ポールが、あのポールつけてつけて、タクシーみたいに入れ俺を落とす。いや、僕さ、こっからねピュッと加速できねえんだわ、あいつ、特にあんとかのやつ。エコドライブ切っててもダメ。